道の駅中津に遊びに来ました。どうやら美味しい唐揚げがあるそうです。唐揚げ、これですね。イエーイ、唐揚げです。中津唐揚げです。いただきます。こんにちは。かわいい。大丈夫です。もう動画撮っても大丈夫です。あ、大丈夫です。ボーダーコリー。あ、そうです。6ヶ月。6ヶ月、はい、うん、楽しかったね。唐揚げに戻ってきました。唐揚げいただきます。うん、うん、サクサクで、うん、もう中ジューシーで美味しい。うん、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 あとは車で食べようかとか言ってたけど全部食べちゃいそう、うん、すごい美味しい。すごい美味しい、うん、今日はこのコンビ服で行ってきます。行ってきます。 LL ビーンの展示会に行った時にちょもかちゃんと色違いでオーダーしました。はい、色違いです。かわいい。車内だとダウン動きやすいよね、うん、軽いしさ、肩こらなくていいよね、うん、肩こるを気にしだしたらもうなんかいよいよって感じがしちゃうけどいやでも長距離移動とか大事だよね。旅行の時はさ、やっぱ軽くてさ、うん、隙間にキュッて詰められる服が楽だ よ、うん、よ いつもなんかすごい分厚い何年素材の下にこれ着てる、最近、うん、重ねるのね、うん、なるほど。今年はそうやってやってみようかな。あんまり寒い地域に行かないからさ、着こなしがわからないんだよね。ああ、うん。あんまアウターとして着てないかもな。インナーって感じ。あと寝袋で寝るときに、うん、ダウンだとあの寝袋のあったかさを損なわずダウンマシマシみたいになるから。うん、ああ。寝るときにも寝るときにこれ上に羽織って寝てる、うん。いいね。じゃあ今年の冬のキャンプは室内とか移動中とかに、うん、中に。たいな。あ、舐められたわけ。味見します。プレミアム。よし。レッツゴー。レッツゴー。USA 発見しました。やっぱやってるのさ。やってた。やってるなうさ。あ、昭和の街。行っちゃう？行っちゃうか。行っちゃう？うん。USA からのいきなり昭和に、お、昭和の街にちょっと寄ってみます。昨日気になってた、うん、行ってみます。山頂にさん、何を買った、うん、これとこれだね。そう、これを今買って中に入ります。ワンちゃんは全部 OK なの？なんかカートに入ってたらとりあえず大丈夫って言われた。なるほど。で、頭出ててもへえ、よかった。楽しい。毎日が地獄です。わあ、いっぱい駄菓子がある。ちゃんのおすすめ。これよく買った、こういう、こういうの。へえ。わ、豚麺もあるよ。あ、ココアシガレットは今でも食べてる。あ、こういう感じなんだね。嫌な顔したペコちゃんがいる。こんなんだったの。ね。うわ、楽しいな、これは。あ、さっきのペコちゃん、激レアだったんだ。あ、ほんとだ。お見逃しなく。ここはすごいです。この空間、うわー、すごい細かく、
かわいい。アイスクリーム。炊飯器とかジャー系ですね。とっても可愛いです。これ可愛い、これ。可愛い。そしてあれ何火鉢。ヒーターのやつ。あ、ヒーターなのかな。そんな感じだね。暖を取る系ですね。昭和のお家に上がり込み。うん。館長の最初の収集品、昭和30年代デリカの模型。あ、この最初が原点なんだ。すごい、よくこれ何個食べたんだろう。すごいぞ。何個食べたんだろうね。すごい、こうやって収集する層がいてくれるから一気に見れる。あれ、こっちは違う。これ、また違うみたいな。白じゃなくて。すごい量だね。うん。夢中になって集めたんだろうね。すごい。綺麗に撮ってあるな。ね。かわいい。ちっこいな。今1回叩いてた。3回叩きました。うわー、かわいい。3名1組。おお、すごいね。すごい。あそこに犬を連れ込んだのは誰ですか？ふうみちゃんだそうです。はい、私が持ってきました。懐かしいや。昭和のお家お邪魔します。あ、井戸を汲んでね。これはシャワーなのかな。トイレに母ちゃん、ただいま。うわ、冷蔵庫かわいい。うわ、こういうの大好き。いいなぁ。どうなんだね。うん、ご飯作るよ。今日は、何も入ってないわ。魚でいい？魚でいい。立ってるわよ。ご飯食べる？食べる。ありがとう。いただきます。うまい。昭和ロマン号。ボンネットバス。ボンネット。何この車は。え、かわいい。自転車。ちっちゃ。何？何？
車、自動だ、いや、うん、自動だわ。自動車？自動車。ちっちゃ。いいの？超可愛いんだけど。キャンプ用品積めないからどうしようかな。後ろに何か牽引するか。ヘリだったら入る方が。ああ、そうね。可愛い。よし、それ。これが、ブリッジは走るらしい。いいね。昭和ロマン号です。確かに確かに昭和ロマンだ。いいね。昭和の街に行ってきました。タイムスリップしてきました。楽しかった。いいね、あの時代もね。ね、なんか経験してみたかった。うん、物が可愛くてそそられる。レトロ大好き。揃えたくなっちゃう。はい、今から柿小屋に行きます。ちょもかちゃんと一緒に展示会に遊びに来ました。ちゃんと一緒です。フィルパワーってあったかさを示すの？羽毛の多分機能力具合みたいな。あ、いっぱい入ってて保温性が高い。850フィルパワーのダウンジャケット。ダウンジャケット。え、いいな。あんまりあったかい洋服って持ってない。かわいいね。うん。なんかこれすごいさ。カラーが何パターンもあるんだ。去年の展示会の時もしてもらったんだけど、うん、すごい軽いんだよね。寝かして。え、めっちゃ軽いじゃん。すごハンガー込みでその重さだから。本当だね。ほぼハンガーじゃん。ピンク色。これは茶色っぽいのと紫。あとベストタイプのあるんだね。すごいかわいい。うん。やっぱこのメンズとさ、レディースのラインのさ、うん、ジップの色が違う問題です、ね。メンズのやつが欲しくなっちゃうね。わかる、うん。なんかメンズの方が気に入る時がある。そうそうそう悩ましいよ、ね。うん。着てみようかな。あ、しっくりきそう。それ可愛い、うん。これが一番しっくりきそうです。それのフーディーもあるんでしょ。あ、フードついてるやつ。フードもいいね。さあ、2階も見ていこう。あ、可愛い。あれこれメンズ。そう、確かここはメンズで、うん、向こうがレディースなんだけど。あ、でもすごい可愛い。メンズラインが可愛いんだよね、うん、これ色とかすごい可愛い。超好み、うん、これルームウェアなのかな。これめっちゃ可愛い。可愛い。あ、これいいな、うん、じゃん。え、いいね、これいいな。可愛い。でも似合いそう。私は多分この色いける。ウルルビーンのオレンジ系の色がすごく好きだな。同じく、うん、可愛い。はい、で、これが新しいブーツ。うん、かっこいいなね。ここにクッションがついてて、うん、ここが新色だそうです。革が。あ、ここね、うん、うん、色が全体的に馴染んでるから、うん、履きやすそうだね。うん、かっこいい、すごい。こっちで何年もあれしてさ、色がついてくのもいいし、もう最初からこのかっこいいのもいいね。ね、いいくたびれ感が出そう、うん、いい。あこの色がすごい可愛くて好きです。どうでしょうか。え、すげー好きなんだけどこれ。あ、めっちゃ似合うね。これはだっけ、あのラックパーカーだっけ、そういうタイプの。すごい似合う、ね、半ジップのやつ。うん、すごい可愛い。バイバーイ。バイバーイ。